近鉄柏原線。柏原線は、奈良県奈良市の大和西大寺駅から、奈良県柏原市の柏原神宮前駅までを結ぶ、近畿日本鉄道、近鉄の鉄道路線。奈良盆地の中央を南北に貫き京都、奈良から柏原方面を結んでいる。大和や義駅で大阪線と接続しており、京都や奈良から三重県中部。 伊勢島地方へのフィーダー路線の役割も担っている。この路線は、近鉄京都線との直通列車が多く、京都を基準にすると、その放射路線の一つとなっているが、大阪を基準にすれば、近鉄奈良線、大阪線、南大阪線という三つの放射路線と交差する、環状路線に当たる。スルッと関西対応カード及び J スルーカード、自動券売機での乗車券引き換えのみ ピタパーイコカスイカなどの全国総合利用サービスの IC 乗車カードが使用できる。2016年3月27日から車掌のタブレット操作による車内自動放送が始まった。前線、大阪統括部の管轄である旧営業局時代は、柏原神宮前駅構内のみ、天王寺営業局、それ以外は上本町営業局が管轄していた。 特急、急行、普通列車が運行されている。当線を経由して、京都駅柏し神宮前駅間及び、京都駅か島駅間で運転される特急の、詳細は、近鉄特急の項を参照のこと。特急は、日中は、京都駅柏し神宮前駅間で1時間に2本が運転され、一部時間帯に、か島駅発着の列車が追加される。線内では、 大和八木駅、日中に西の京駅、京京特急と土休日一列車の未経緯特急も停車する。柏原線では唯一の料金不要の速達種別である。柏原線内では近鉄郡山駅、平田駅、田原本駅、大和八木駅、八木西口駅、うねび五両前駅に停車し、日中に限り西の京駅にも停車する。 大多数の列車が京都線に直通し、終日京都駅柏原神宮前駅間のほか、朝夕に天理線に直通して京都駅天理駅間にも運転されている。昼間時は柏原神宮前駅発着が1時間に2本、約30分間隔。ただし近鉄奈良駅発着列車との兼ね合いで20分40分間隔に近いで運転される。 一部の大和最大寺駅発着の列車には、奈良線大阪南場駅発着の準急、普通との直通列車として運行されるものや、京都線普通との直通列車として運行されるものも、ある。柏原線内では、平丹駅が対比可能駅であるが、原則として、特急列車を対比せず、全列車が、大和最大寺駅天理駅、柏原神宮前駅間で先着する。 編成量数は朝と夜間の一部列車が4両編成で、運転される以外は6両編成で運転される。2003年ダイヤ変更までの一時期、柏原神宮前駅発着の急行は1時間に3本、約20分間隔で、京都駅発着が1本、大和最大寺駅発着が2本あったが、このダイヤ変更で、現在の2本に削減され、2本とも京都駅発着となった。 これにより、奈良線、京都線に直通する山と最大寺駅発着の列車が大幅に減少した。ただし朝のラッシュ時は上りを中心に3から4本運行されている。西の京駅への急行停車は2007年3月のダイヤ変更から土曜、休日ダイヤの昼間時のみ実施しており、2012年3月のダイヤ変更以降は平日にも停車するようになった。同時に、 昼間の天理駅発着列車が削減された。かつては、柏原線内折り返し列車が主体のダイヤだった時期があった。また、1981年3月までは、大和西大寺駅で方向転換して、柏原神宮前から近鉄奈良に直通する列車もあった。終日、京都駅、大和西大寺駅か柏原神宮前駅間のほか、天理線に直通して、 大和最大寺駅天理駅間でも運転されている。昼間時は1時間に、柏原神宮前駅発着が3本、約20分間隔。天理線直通が1本の合計4本が設定されている。編成量数は原則として4両編成であるが、早朝、深夜の天理線直通1往復は2両編成であり、これは、奈良線系統では、唯一の存在である。 特急列車の対比及び急行との環急接続は平谷駅で行われるが、柏原神宮前駅発着の列車は、柏原線内を全区間先着で運転される列車も存在する。2010年3月のダイヤ変更から2012年3月のダイヤ変更までは、土休日の昼間の一部の天理線直通列車が、 天理線内折り返し列車に縮小されており、柏原神宮前駅発着の毎時4本のみという時間帯も埋まっていた。2012年3月のダイヤ変更までは、時間帯によっては、大和西大寺駅から同駅始発の京都行普通列車に系統変更するものも多くあったり、時刻表などの上では線内列車として扱われているが、実際には、 京都発山と最大寺駅の京都線普通列車が、そのまま引き続き柏原神宮前駅、または天理駅として運転されるものも多かった。現在では、京都線直通列車として運転されている。1974年9月20日のダイヤ変更までは、近鉄郡山駅発着の普通や田原本線が、近鉄の運営となった1964年10月1日に、 設定された変則的な途中折り返し運転の山と、最大寺駅田原本線西田原本駅間の普通あった。現在は、近鉄郡山駅の列車の折り返しに使用していた、渡り線は撤去されている。1972年まで、近鉄南馬駅、1970年の南馬線、開業以前は、上本町駅から天理駅まで定期列車として運行されていた。 柏原線内は各駅に停車していた。平日早朝の特急用車両による山と最大時駅発のものを含め、柏原線内の全区間で設定されているが、八木西口駅柏原神宮前駅間では、大阪線ご移動研修車庫で車両検査を行う際の改装列車が不定期運転されることがあり、後日の南大阪線車両の検員改装時にも、 八木西口駅隣接の短絡線を通過して、大阪線に入線している。線内の昼間時の1時間ごとの運転本数をまとめると以下のようになる。大晦日から元旦にかけての終夜運転は、近年では、京都駅から伊勢方面及び柏原神宮前駅への特急が、両者合わせて30から60分間隔で運転されているほか、 大和最大寺駅か市原神宮前駅間に普通を20の30分間隔で運行する形態となっている。ただし、2009年、平成21年12月31日から2010年、平成22年1月1日にかけての終夜運転では普通の本数例年より減少した。時刻については、近鉄の公式ホームページでも掲載される。2010年に、 第27回全国都市緑化なら、フェアが県営うまみ給料公園で開催されることを受けて、利用客の便宜を図って、大和最大自発新大寺域臨時急行、大和花子読み号が運転され、同号は奈良市などから海上北側に位置する、田原本線、池部駅への直通列車として運転するもので、柏原線内は定期急行列車の停車駅、西田原本駅で折り返した後、 タワラモト船内は定期列車の時刻で普通列車として運転した。運転期間は当初10月18日から20日までの3日間のみだったが、11月13日と14日の2日間にも追加運転された。各尾往路1本運転し、期間中のタワラモト船内では大和花ごよみのヘッドマークを出して運転していた。 天理橋の祭事が行われる時の臨時休行は、奈良線に直通する大阪南馬駅天理駅間の列車も運行される。さらに平日には、阪神本線神戸三宮駅から阪神南馬線を経由する天理駅直通の臨時列車、番線内快速休行、近鉄線内休行も運行されることがある。奈良線、京都線で使われる車両が、柏原線でも使用されている。 8 6 0 0系8 6 1 9 f や、京都市営地下鉄、カラスマ線乗り入れ対応の3 2 0 0系、3220、系、5 8 0 0系、5 8 2 0系 l シーカー、1 0 2 6系1 0 2 6 f 1 0 2 9 f 9 8 2 0系といった6両固定編成、及び3両編成を2編成並結した8 0 0 0系。 8400系の6両編成は急行通過駅のプラットフォーム有効庁の関係で急行に限定して使用される。終点の柏原神宮前駅構内には標準機の柏原線と京日の南大阪線、吉野線との台車交換施設があり、南大阪線系の車両が大阪線ご移動研修車庫で検査の際にはこの台車交換施設で台車を交換し、 大阪線所属の電動貨車元90系97.98で牽員運送して検査入場している。柏原線は大阪線、奈良線と組み合わせると、不正駅山と最大寺駅山と八木駅不正駅が環状経路となっているため、運賃計算上の特例が存在する。大阪電気軌道、大家が最初に建設した現在の奈良線に次ぐ路線として、 うねび線の名で、最大寺駅柏原神宮前駅間が1923年までに全通した。同線への免許が交付されるにあたり、天理京弁鉄道、現在の近鉄天理線と大和鉄道、現在の近鉄田原本線を買収することが条件付けられたが、前者は1921年に合併したものの、後者については諸事情があって遅れ。 参加に置いたのは1924年頃、自社線にしたのは、大和鉄道が、杉コ駒電鉄に合併されて、大阪電気軌道が近畿日本鉄道となった後の1964年であった。当初は、大阪から、柏原方面へ向かうルートとしての役割もになって、いたが、短絡ルートとなる、八木線、後に、桜井線を経て、現在の大阪線となるが1925年に、 開業したことで、上本町や議会におけるその地位は譲った。しかし、1928年には、奈良電気鉄道、1963年に、買収されて、近鉄京都線となるが開業し、今度は、京都から柏原、吉野、伊勢方面への連絡ルートとしての命も果たすようになった。なお、奈良電気鉄道は、開業当初から、奈良線、 宇根び線と直通運転を行っていた。その後、柏原神宮の新域拡張のため、1939年に、八木西口駅柏原神宮駅、現在の柏原神宮前駅間を、東側の現在の位置に移設している。この時、線名も現在の柏原線となった。なお、1966年に、京都駅から、伊勢方面へ向かう。 経緯特急が新設された際、当初は連絡線の配置の都合から山和八木駅を2階通り、八木西口駅と山和八木駅の構内で二度スイッチバックする携帯の運をしていたが、1967年には二の口駅から直接大阪線の山和八木駅へ入れる新しい短絡線を完成させ、入れ替えの煩わしさを解消させている。柏線は、 河川電圧の1 5 0 0トへの昇圧後も、建築限界、車両限界が、標準機の他路線よりも強愛なまま残り、車両の製造、運用面での制約となっていた、京都線で、奈良専用大型通勤車の運用が始まった後も、柏原線直通の運用には8 0 0系、8 2 0系の使用を余儀なくされた。また特急専用車両でも、 道路線での使用を前提とした18000系、18200系、18400系は、幅の狭い車体を採用している。1973年9月に建築限界の拡大工事が完了し、制約が解消された。全駅奈良県に所在。2015年11月10日調査。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。